裁判。裁判。裁判。A. トライアルとは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決、調整するために、一定の権威を持つ、第三者が下す、拘束力のある判定を言う。どの国家機関による、どのような行為が、裁判と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した、法治国家においては、裁判というと、 一般的には、日常的には、国家の司法権を背景に、裁判所、訴訟法上の裁判所が訴訟その他の事件に関して、行うものを指していることが多い。だが、裁判といっても、国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について、当事国とは別の、第三者的裁判所、国際裁判所が、国際法に基づいて、 法的拘束力のある判決を下し解決する手続きである国際裁判というものもある。日常用語としては裁判所で行われる手続き自体を裁判ということが多いが法律用語としては裁判所が法廷の形式に従い当事者に対して示す判断またはその判断を表示する手続き上の行を言う。裁判というものは理論的に概観すると2種類ある。 その一つは、事件の紛争を解決し当事者の権利を保護するために、ある、訴訟の目的、訴訟物についてなされる、実態裁判であり、その手続き的な面については、訴訟法の規定に従ってはいるがこの、実態裁判というものの内容は、実態法の適用によって定まっている。もう一つは、訴訟手続き上の事柄についてなされる裁判であって、この種の裁判は、 訴訟法だけに依拠しており、実体法とは直接の関連はない。裁判にはこれら二種がありはするが、裁判制度の肝心な部分は前者の実体裁判である。現代法学では、裁判というのは事実認定と法律の適用の二段階に分けて論じられている。裁判の場でいう事実、判決の基本となる事実には、不要証事実と要証事実がある。 不要証事実は裁判所の認定権が排除されているのに対し、要症事実の認定、つまり主張されていることが本当に起きたのか起きていないのかの審議を判断することは、証拠に基づいて裁判所の自由な診証判断によってなされる。事実認定が行われたら、次にこの事実に対して法律を適用することになる。この法律の適用は、 裁判所の宣言である。なお、判決の基本となる事実認定とは、単なる客観的事実の認定だけではなく、そこには、しばしば法的な価値判断が加わる。また、法律の適用には、抽象的な法律解釈が問題となってくる。このようにして、個々の裁判の過程は、事実認定と法律の解釈、適用が相互に影響し合って組み立てられており、 その内容を構成しているのである。日本弁護士連合会によれば、2006年の日本での年間の民事裁判、行政裁判の数は合わせて10万人当たり約116件であった。2003年の日本弁護士連合会の報告書によれば、ドイツにおける訴訟受験数は日本の5倍、フランスは7倍。2007年のイングランドとウェールズにおける 民事裁判は年間10万人あたり約3600件で日本の約31倍。なお裁判官総人口は10万人あたり2.22人であり、日本よりも少ない。裁判制度の利用が容易であること、また法が整備されていることを示している。日本の法令上の用語では、裁判とは裁判所または裁判官がその権限行使として、 法廷の形式で行う判断を裁判と呼び、これを形式的意義の裁判という、民事訴訟事件、刑事訴訟事件に限らず、民事執行、民事保全、破産等の非正事件においても、裁判所の判断は裁判という形式で表示される。形式的意義の裁判は、裁判所の権限で行う判断を全て含むため、非正事件における裁判のように実質上は、 行政処分に当たるようなものもある。裁判の形式には判決、決定、命令の3種類がある。ある内容の裁判について、どの主体がどのような形式で行わなければならないかは、民事訴訟法や刑事訴訟法などの各手続き法で決められている。判決は民事訴訟事件や刑事訴訟事件において裁判所が 口頭弁論という厳重な手続き保障を経た上で判断を示すものである。ここに言う裁判所とは、官謝としての裁判所ではなく、裁判機関としての裁判所を言い、複数、地方裁判所では原則として3人の裁判官で構成される合議制の場合は、その合議対1人の裁判官で行う単独制の場合は、その裁判官である。決定と命令は、 訴訟手続き上の付随的な事項について判断を示す場合や民事執行、民事保全、破産等の厳重な事前の手続き保障よりも迅速性が求められる手続きにおいて判断を示す場合に行われる。そのうち決定は裁判所が行うもの、命令は裁判官、裁判長や受命裁判官、受託裁判官が行うものである。 判事法が単独ですることもできる、民事訴訟法123条。決定と命令は、判決と異なり、口頭弁論を経るかは、裁量に委ねられており、民事訴訟法87条1項正し書き参照、相当と認める方法で告知すれば足り、民事訴訟法119条参照、書面による必要もない、民事訴訟規則67条1項7号参照、上訴は、 公国や、再公国、準公国といった簡易な方法によるが、必ずしも、独立の上訴ができるとは限らない。刑事訴訟法上は、上訴を許さない決定や命令には、理由をつけないでも良いとされている、刑事訴訟法四十四条二項。なお、個々の裁判の法律上の名称は、その内容に基づいて定められていることがあり、裁判形式と一致しないことがある。例えば、 差し押さえ命令、添付命令、仮処分命令などは命令という名がついているが、形式としては決定である。その他、家事審判手続きにおいては、家庭裁判所がする裁判は審判という形式でなされる。ただし、家事事件手続き法、かつては家事審判法に規定された裁判所の行為としての審判には裁判としての性質を有しないもの。 例えば、限定承認の真実の自理等も含まれている。刑事訴訟において、事件の実態そのものの判断、すなわち有罪、または無罪の判決を、実体的裁判と言い、管轄違いや、高速客、免訴等のように、実態を判断しないで手続きを打ち切る裁判を、形式裁判という。裁判の内容では、確認的裁判、形成的裁判、 命令的裁判に分類することができる。確認的裁判は、謙遜を確認するものであり、民事の確認判決や刑事の無罪判決などがこれに当たる。形成的裁判は、既存の権利関係を変更したり、新たな法律状態を作り出す裁判であり、民事の離婚判決や刑事の有罪判決などがこれに当たる。命令的判決は、一定の行為を命じるものであり、 民事における給付判決がこれにあたる。社会紛争を解決する、拘束力ある、第三者の判断という実質的な定義と、司法機関と行政機関、あるいは立法機関の権限区分とは、必ずしも一致しないため、この実質的な裁判の定義に該当する判断を、裁判所以外が行うこともある。日本国憲法は、行政機関は、就寝として、 裁判を行うことができない憲法76条2項と規定するが、これは逆に終身でなければ行政機関も裁判を行うことができることを意味する。このような行政機関が準司法的手続きに基づいて行う裁判を行政審判という。また、日本国憲法は国会の両議員が行う議員資格総称の裁判と国会議員で構成される。 裁判官弾劾裁判所が行う弾劾裁判のように立法府が裁判を行う場合も存在する。なお、裁判官弾劾裁判にて過去に7度の訴追例があり、5人が罷免されている。その当時は、雷や地震、日食や月食などの気象現象が起こった時、人々は罪を犯した人に対する神の怒りとして恐れられ、その原因を作った。 とされる人物を探し出し、九形、九形、熱湯に入っている石をすでで取り、皮膚の火け具合で有罪か無罪を判断する道具などを使用して罪人を暴いていたとされている。神が犯罪を見つけ、神が裁く、この時代は神の存在が絶対であった。このような方法は一部の地域では室町時代まで行われていた。日本の江戸時代にも 裁判制度があった。訴訟は大胸儀未筋、刑事訴訟と、公やごと出入り筋、民事訴訟に分かれており、天領内、藩内であればその役所、またがる場合は表情所、自社奉行、町奉行、環状奉行が取り仕切った。出入り筋としては、村同士の協会の争い、村境葬儀、入りや意見などの溶液物件に関する争い、入会葬儀、 農業用水をめぐる争い、用水葬儀、高場の負担に関する争い、高場葬儀、交通負担に関する争い、スケーブ葬儀など多彩な訴えがあった。特に、村の境界は河川を基本としており、洪水などによる川掛け、流型が変わるをきっかけに、訴えが頻繁に起こされてきた。訴状は目安、長所は口書き、判決は再挙と呼ばれ、判決にあたっては、 原告と被告とに再挙状が交付された。上訴制度はなかった。また地方から出てきた人を宿泊させる、くじ宿もあった。また、民事訴訟などの手続きを当事者の代わりに行う、くじ氏もいた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。